のでご注意ください。今回は私立ブルの幼稚園あるあるに対する読者の反応集を紹介します。エゴ先生、潔くんが雪宮くん泣かせた。ちょっとせいしろうくん、レオくん泣いちゃったよ。よいちくんは勝ちたかっただけだし、せいしろうくんはレオと勝ちたかっただけなのに。はいはい、ストップなぎくん、ドクロしまいましょうね。レオくん怖がっちゃってるからね。エゴ先生、先生レオくんが歯ブラシ壊してる。先生カイザーくんがヨイチくんに意地悪してる。ノー先生ヨイチくんがカイザーくんの胸ぐら掴んでる。クソって言っちゃいけないんだよ。先生ナギくんがバロウくんと喧嘩しそう。レオ、ほっとけよこんな勘違いキング。ナギの方が漢字も書けるし掛け算もできるんだから。ナギ、イエスさん。あろう。レアルックで吹っ飛ばしてやる。ほらバロウくん。せっかく仲直りしようとしてるのにそんなこと言っちゃダメでしょ。ハンディちゃんの胸の上でお休みする音やエータくん。こら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 。先生謝りなさい。シロごめんね。いいよ。先生、ちぎりくんとレオくん取り合って女の子たちが喧嘩してる。ハンブックのせいで嫌な説得力がある絵だ。人さらいには気をつけてもらって。先生、ワロウくんがみんなに潔って言い始めた。そう邪魔します。バートプス先生、カイザーくんがまたよっちゃんのパズル壊してる。こうして見るとヨイチくんだって泣いていいのでは。ちょっとカイザーくん、この前はイサギくんの積み木倒してたでしょ。頑張ったパズルや積み木をカイザーくんに壊されて泣いちゃうヨイチくん。でも担任のノー先生が抱っこしてくれるし、作りたかった積み木やパズルの話を聞いてくれるのは好きだったりする。雪宮ひいきずるい。イサギ自分で言ってろ。泥船ヨイチくんがメンタル強すぎて泣かないせいで毎回告げ口される側なのかわいそう。でも言い過ぎなのはそれはそう。イサギ、お前だけは100ゴルス。カイザー先生、ヨイチが俺に I love you って言ってる。特会して伝わったことが許せなくて泣くよっちゃん。エゴ先生いいか、才能の原石たち、おやつおやつの時間はまだだ。正しく絶望を刻、騒がない、そこおとなしく聞きなさい。日本サッカーのミラ、喧嘩しない喧嘩しな、かっこだから他の子も泣くから泣くのやめなさい。外遊びの時間でもトレーニングやシュート練習だなんて。バロー君はサッカーが本当に大好きなんだね。バロー、いやボーリングが好き。なんかすごいつぼった子供ってそういうとこある。バロー下手くそ。イサギ下手くそ。バロー頑張ったドリブル。バロー俺は下手くそか。イサギ上手。これは平和。先生、リンちゃんがにお茶に会いたいって小学校に乗り込んでます。イサギ休憩したらお茶飲む。飲みさしいらない。イサギ熱中症予防だよ。リン僕みんなさえ、リンの体調を管理しこの国を変えるのはイサギかもしれない。リンゴルス。サエ君はなんでこんな時間に幼稚園にいるの。小学校抜け出してきちゃダメでしょ。先生たちが大変そうなので助っ人を置いときます。カラス先生。カラス先生ここ。クリス先生、そんな時俺はいつも聞くんだ。今の自分じゃなく理想の幼稚園の先生ならなんて言うかをね。子供の成長を考えているか、安全面はどうか、子供の気持ちに寄り添うことはしてるのか、保護者のことも考えているか、そうすることで理想と一致しない自分を俺は絶対に許さない。クリス先生、ちぎりくんとナギくんが部屋を散らかしてる。でも片付けねえやつは誰だ。踏むと痛えだろうが、もうおもちゃで遊ぶな。散らかる、砂をちゃんと落としてねえやつは教室に入れねえ。先生より厳しい子がいますね。クリス先生、氷馬くん、君の理想の幼稚園を教えてくれ。氷馬くん、幼稚園で広々と遊びたい。クリス先生、OK 氷馬くん。でも今のままじゃ君の理想は現実にならない。お片付けだ。セリフが本編まんまのものでも違和感があんまりないので逆説的に本編も幼稚園だったのでは。ご視聴ありがとうございました。